風雲。風雲は、大日本帝国海軍の駆逐艦。風雲は、日本海軍が、浦賀選挙で建造し、太平洋戦争で運用した駆逐艦。遊雲型駆逐艦、一等駆逐艦の三番艦である。1940年、昭和15年12月末に、寄港、1942年、昭和17年3月28日に竣工し、 第10駆逐隊に所属した。高型駆逐艦4隻、周雲、遊雲、も、剣風雲を揃えた第10駆逐隊は、第10戦隊に所属して6月上旬のミッドウェイ作戦に従事する。南雲機動部隊壊滅時、風雲、第10駆逐隊司令駆逐艦は、両艦と共に空母飛竜の救援と救助を行った。第三艦隊新編後第十駆逐隊は引き続き、 第10戦隊に所属して、第2次ソロモン海戦や、南太平洋海戦に参加した。第3次ソロモン海戦では、第7戦隊司令官、西村昌司少将の指揮下で、従順洋艦2隻、鈴やマヤを護衛して、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場砲撃作戦に従事した。その後、第10駆逐隊は、ソロモン諸島での輸送作戦に従事した、ネズミ輸送、 1943年、昭和18年2月初頭、風雲は、ガトー撤退作戦に参加する。同作戦で、姉妹関係軍が沈没した。第10駆逐隊は三隻編成となった。7月、第10駆逐隊は、アリューシャン諸島方面に派遣され、第1水雷戦隊司令官、木村正富少将の指揮下で、キスカト撤退作戦に従事する。続いて、 南方方面の戦局悪化、ニュージョージア島の戦いに伴い、ソロモン諸島に進出した。10月上旬には、第3水雷戦隊司令官、伊集院松次大佐、機関、周運の指揮下で、第2次ベララベ海戦に参加したが、第10駆逐隊は、姉妹艦遊具も失った。日本海軍は10月31日府で、朝潮型区畜艦朝具を第10区隊に編入し、 駆逐艦三隻編成、周雲、風雲、朝雲となった。第十駆逐隊は艦隊の護衛任務に従事した。1944年、昭和19年4月11日、周雲が米潜水艦の雷撃で撃沈され、十かけるは二隻、風雲、朝雲に減少する。6月初旬、今作戦に従事して、戦艦不走や従順洋艦を護衛した。 1> 第1駆逐隊、風雲、朝雲が、第5戦隊、廟校、羽黒と共に行動中の6月8日、風雲は、ダバ沖合で、米潜水艦兵区の魚雷攻撃を受け、沈没した。風雲は1939年度、丸四計画火小第118号艦として、裏が選挙で建造された。1940年、昭和15年12月23日、帰港。 藤永殿造船所の夕雲型二番ケ県運と同日寄港。1941年、昭和16年9月10日府で風雲と命名、同日府で夕雲型駆逐艦に類別された。9月26日、風雲は浸水した。1942年、昭和17年1月20日、吉田正義中佐は、本館偽装委員長に任命される。翌日、 浦賀選挙の風雲偽装院事務所は事務を開始した。3月16日、浦賀選挙で遊雲型六番艦高波が浸水する。27日、性能調査終了。3月28日、風雲は竣工した。偽装院事務所を撤去する。横須賀守譜席。吉田も正式に風雲駆逐艦長、初代となった。 風雲竣工直前の3月14日、日本海軍は夕雲型1番艦夕雲と夕雲型2番艦県雲、3月14日、竣工により、第10駆逐隊、駆逐隊司令、安倍敏夫大佐、前職第8駆逐隊司令を編成した。風雲は3月28日の竣工と同時に、横須賀陳寿府海面防備部隊時期卒部隊に編入され、同日筆で、 第10駆逐隊に編入された。安倍司令が着任するまで、吉田中佐、風雲艦長が職務を代行する。4月13日、着任した安倍司令は、第10駆逐隊司令駆逐艦を風雲に指定した。4月15日、影楼型駆逐艦19番艦の秋雲が、第10駆逐隊に編入され、定数4隻秋雲、夕雲、県雲,雲、風雲となった。 中運編入直前の4月10日、戦隊改編により、南雲機動部隊、指揮官、南雲忠和中将、海軍兵学校36期、第1航空艦隊司令長官の名上に任ずる、部隊として、第10戦隊、司令官、木村進少将、海軍兵学校霊機が編成され、第10駆逐隊も、第10戦隊に編入された。これまでの第一水雷戦隊、司令官、 大森千太郎少将、海兵四十一に代わって、南雲機動部隊の名追につく、第十戦隊は、機関、平順ながら以下第十駆逐隊、司令、安倍敏夫大佐第一小隊、風雲、遊雲、第二小隊、県雲、周雲、第十七駆逐隊、第一小隊、谷風、裏風、第二小隊、浜風、磯風、第七駆逐隊、第一小隊、 サさざミ、第二小隊、明けぼのが所属していた。だが、第七駆逐隊は、機動部隊から外されており、実際の機動部隊警戒隊、指揮官、第十戦隊司令官、木村少将は、長来下第十駆逐隊四隻、第十七駆逐隊四隻、第四水雷戦隊、第四駆逐隊、司令、有賀工作大佐、第一小隊、嵐、のわけ。 第2小隊、ハギ風、マイ風、燃料補給部隊という編成である。第10戦隊は6月5日のミッドウェー海戦が、ウィジンとなったが、まず主力空母3隻、赤城、香川、総流が、アメリカ軍機動部隊艦載機、SBD 級高下爆撃機ドーントレスの空襲を受け、被弾炎上した。戦闘商法では、赤城に座上の長も長官、 草加龍之介参謀長、源田実参謀、淵田光赤木飛行長等の司令部人員を救助するため野分けが赤木に接近したと記録している。戦死総書によれば、南雲司令部は野分けに異常した後ながら、第10戦隊機関に送り届けられたとしている。だが、司令部不信号兵やカメラマンの証言によると、南雲司令部は駆逐艦を経由せず、総裁定で、 直接ながらに移動している。期間変更にあたり、草川、最初は、付近の駆逐艦にもと思ったのであるが、折よく安否を気遣って接近してきた第10戦隊機、ながらに移動することにした。と回想している。機動部隊側の記録や回装に対し、吉田正義、当時、風雲駆逐艦長は、南雲長官以下司令部は、赤木内過程で、風雲。 第10駆逐隊司令駆逐艦に乗り、一自動艦に正規を掲げた後、第10戦隊機関ながらに移動したと改装している。空母3隻飛弾炎上後、第10駆逐隊は、第2航空戦隊司令官、山口多門少将の空母飛流の支援に従事した。最終的に飛流も飛弾炎上し、ふーんと谷風は飛流の左舷に横付けして、 消火活動に協力した。長松、当時、飛竜公会長は、消火作業を行った駆逐艦の艦名について、遊雲型二隻、風雲、健雲と改装している。また、飛竜のご親鋭と負傷者の一部は、風雲に収容された。沈下の見込みが立ったため各留尾飛竜艦長は、風雲に離れるよう加練したが、その2時間後に誘爆が起こったという。小林雄一、 当時、飛竜戦闘機整備分隊長は、やれもしない、水雷戦隊の野襲などと言わず、あの時そのまま、駆逐艦に消火を続けさせ、母艦を徹底的に冷やしたら、飛竜を沈めずに持って帰れたのにと回想している。草加参謀長は、冷静に考えれば、飛竜の被爆と同時に、艦を救い人を救って、速やかに引き上げるべきであった。その時も、そう思わぬでもなかったが、 戦が不利だからといって、速やかに引き上げるということは、なんとなく、軍人としてできにくいことでった。と改想している。山口司令官と各官庁は、総員退去を、加齢、二隻、風雲、健雲は、飛流生存者を収容した。飛流雪原時、過失により、風雲、飛流の接触事故が起こり、風雲は、マストや即居儀に損傷を受けている。山口司令官、 各艦長は、飛竜から脱出せず、戦死した。風雲のカッターボートが、飛竜県にいたところ上から拳銃がおけちてきたため、風雲の副長は、各艦長はこの拳銃で自決したのではと語だという。なお、飛竜は、駆逐艦拳軍によって、来撃処分されたが、すぐには沈没しなかった。アメリカ軍に露革されるのを防ぐため、駆逐艦谷風、第十七駆逐隊が、 飛竜処分を加齢され捜索に向かったが発見できずに引き返した。沈没寸前に飛竜から脱出した機関化生存者39名、4名漂流中死亡は後にアメリカ軍によって救助された。吉田、風雲駆逐艦長は飛竜を確実に処分して生存者を救助すればよかったと回想している。第10駆逐隊は6月13日に栗駅等した。 7月14日、第1航空艦隊が解体されて、第3艦隊が編成され、引き続き南雲忠和中将が、第3艦隊司令長官、草加隆之介少将が参謀長となった。この再編に伴い、第10戦隊から第7駆逐隊が外れ、第4駆逐隊及び、第16駆逐隊が編入される。第10戦隊は、平準長来各逐艦16隻。 第4駆逐隊、嵐、のわけ、萩風、舞風、第10駆逐隊、周雲、遊雲、剣雲、風雲、第16駆逐隊、雪風、時津風、天津風、初風、第17駆逐隊、谷風、裏風,風、浜風、磯風という戦力を揃えた。1942年、昭和17年8月7日、連合軍は、 ウォッチター作戦によりガダルカナル島及びフロリダ諸島、フロリダ諸島の戦いに来週、同諸島に上陸して共闘法を築きガダルカナル島の戦いが始まった。8月16日、第3艦隊は柱島白地を出撃してトラック諸島に向かうがアメリカ機動部隊が出現したことによりソロモン諸島東方海域に急行した。 8月24日の第二次ソロモン海戦でも空母の名江を務めた。9月は、中運と共に、トラック周辺で警戒行動や対戦活動を行った。10月26日の南太平洋海戦では、第11戦隊司令官、安倍高期少将指揮下の機動部隊、前衛部隊、第11戦隊、比叡、霧島、第10戦隊、ながら、中運、風運、 剣運、遊雲、裏風、磯風、谷風に配備される。前衛部隊のうち二隻、周運、剣、運は、前進部隊、指揮官、近藤信武第二艦隊司令長官と共に、配送するアメリカ機動部隊を追撃し、漂流するアメリカの空母ーネットを撃沈した。南太平洋海戦の後、第十駆逐隊、遊雲、剣運、風運は、 第2水雷戦隊、司令官、田中雷蔵少将、海兵41機、第7戦隊、司令官、西村昌司少将、海兵39機と共に、外南洋部隊に加勢された。中運は、尊傷艦、昇格、随宝、筑熊、熊野屋、護衛の駆逐艦、秋月、第4駆逐隊、第17駆逐隊と共に、内地へ帰投している。十一月三日、 十純二隻、鈴屋、マヤ、第二水雷戦隊、第十九逐隊、遊具も、風雲はトラック白地を出撃、五日にショートランド諸島、ショートランド白地へ到着した。外南洋部隊指揮官、第八艦隊司令長官三河軍一中将の指揮下に入った。第三水雷戦隊司令官、橋本慎太郎少将は外、南洋造園部隊指揮官の職務を、田中少将、 に水戦司令官に引き継ぎ、第三水雷戦隊各艦とともにトラック白地へ戻った。第19駆逐隊は外南洋部隊支援隊指揮官西村昌次第7戦隊司令官に編入されていたが、駆逐艦輸送作戦ネズミ輸送に際して増援部隊指揮官に水戦司令官に編入された田中司令官は増援部隊の編成変更を行い構造援隊。 第15駆逐隊、親潮、早塩、影楼、第24駆逐隊、海風、高風、涼風、第31駆逐隊、巻波、高波、長波、第10駆逐隊、遊具も、風雲による輸送作戦を命じた。11月6日、深夜、ガダルカナル島へのネズミ輸送を行うため、第15駆逐隊司令、佐藤虎次郎大佐指揮下の構造園隊は、 ショートランド白地を出撃した。途中で B-17 の空襲を受けたが被害はなく、深夜にガトーに到着するとタサファロング隊とエスペランス隊に分かれる。エスペランス隊、遊具も、風雲は、糧職を下ろした後、175名の傷病兵と貧乗者、戦死総書では、海軍69名、陸軍3名を乗せて8日昼前に帰島した。本作戦中、 空襲を受けた、駆逐艦2隻、長波、高波に、若干の損害があった。また、県運は7日7時30分に、ショートランド博地に、到着、増援部隊に編入された。11月10日くじ、第10駆逐隊司令、安倍俊夫大佐指揮下の駆逐艦5隻、遊具も、県運、風運、牧波,波、両風は、第38師団師団長を含む、陸兵600名、仏師、 第11戦隊弾着観測員、飛行場砲撃陣を搭載して、ショートランドを出撃する。空襲を受けたが被害はなく、揚陸地点で、アメリカ軍魚雷ら艇4隻と交戦しこれを撃退、揚陸に成功し、傷病者585名を収容して11日午前中に、帰島した。11月中旬の第三次ソロモン海戦では、外内洋部隊支援大使機 西村昌司第七戦隊司令官の指揮下、駆逐艦四隻、第十駆逐隊、風雲、遊具も、剣雲、第八駆逐隊、朝潮で、巡洋艦三隻、鈴屋、マ屋、天竜を護衛した。本来ならば、朝潮ではなく万潮が支援隊に編入されていたが、出撃前に白地で空襲を受け行動不能となっていた。月日夜から約分間、 十順二隻、鈴屋、マヤは、ガダルカナル島、ヘンダーソン飛行場に対する対地砲撃を実施したが、決定的な損害を与えられなかった。十四日午前六時ごろ、支援隊は、外南洋部隊指揮官、三河軍一大八艦隊司令長官時期卒の、外南洋部隊主体、鳥海、木の笠、伊鈴と、ニュージョージア島南方で合流し、ショートランド白地へ向かう。 だが、ニュージョージア諸島南方で、アメリカ軍機の空襲を受け、対空戦闘により、従順機ヌガサが沈没した、鳥海、マヤ、イスズ等が損傷を受けた。主体、支援隊は、ショートランド白地で急速補給を行った後、輸送船団、第二水雷戦隊救援に向かうが、アメリカ艦隊と直接交戦することはなかった。第三次ソロモン海戦に勝利した、連合軍は、 パプアニューギニアのブナに上陸作戦を完工した、ブナとゴナの戦い。11月17日、外南洋部隊指揮官直卒部隊、鳥海、遊具も、剣ンンヤ風雲、親潮、影楼は、ラバウルに到着する。第8艦隊司令部は陸上に移り、四隻、鳥海、イスズ、両風、もちづきはトラック白地へ開港、他の巡洋艦、天竜や駆逐艦は、 ニューギニア方面の作戦に従事することになった。11月17日夜、輸送部隊は、駆逐艦五隻、遊具も、剣運、風雲、親子を、影楼で出撃し、バサブア、ブナ地区へ、約1000名を揚陸させた。続く、輸送作戦で、駆逐艦開封、第24駆逐隊が大破したため、駆逐艦4石、春雨、白露、磯波、天が 外南洋部隊に編入され、22日にラバウルへ到着する。連合軍の反撃を受けて、連合艦隊はガダルカナレ島よりもニューギニア方面を重視する姿勢を取る。11月22日、輸送隊の駆逐艦4隻、剣運、風ラシオは陸兵800名のバサブア輸送を実施した。同日、外南洋部隊指揮官三河中将は、 新たな兵力部署を発令する。東部ニューギーニア方面防衛隊、朝潮、シオ、春雨、白露、電春雨、磯波、早塩、デンハルサ雲イは、第18戦隊司令官、松山浩二少将、機関天竜の指揮下に入った。11月28日、第10駆逐隊司令指揮下の駆逐艦4隻、遊ウも、モ、ケ風ウ 白露による陸兵輸送作戦を実施するが29日ピルマに B-17 の空襲を受ける。白露大破、県運資金弾損傷の被害を受け、輸送作戦は中止された。12月8日、駆逐艦6隻、風雲、遊具も、浅潮、嵐潮、磯波、電で出撃した。だが空襲により2隻、浅潮、磯波が損傷し、作戦は中止された。 12月11日、駆逐艦五隻、風雲、遊具も、嵐を、磯波、デンデラバウルを出撃、ニューアイルランド島、カビエンを経由した後、アドミラルティ諸島、ロレンガウで、支援隊、熊野、鈴や、モ月から燃料補給を受けつつ、迂回路を取ってブナへ向かう。14日午前2時より揚陸を開始、輸送作戦は成功した、被害は、空襲式金団の嵐をのみ、 ニューギニア方面の作戦を進展させるため、日本軍は、ニューギニア東北岸のマダンとウェワクを占領して、飛行場を設置し、だえ、サラモアに対する後方基地として強化することにした。だが、ポートモレスビーの連合軍基地から激しい空襲を受ける可能性があり、ウェワク攻略部隊の上空警戒のため空母巡洋、第二航空戦隊と護衛部隊、アガノ、イソフ、浜風、 村雨を派遣した。第十駆逐隊、剣運、遊具も、風雲という総戦成長丸は、上枠攻略を、駆逐艦四隻、嵐を、両風、磯波、電という総戦二隻、愛国丸、五国丸及び京淳天竜が、マダン攻略を実施した。上枠攻略部隊は12月16日12時、ラバウルを出撃、マダン攻略部隊は、同日18時に、 ラバウルを出撃した。巡洋航空隊の援護を受けた、ウェワク攻略部隊は、特に大きな戦闘もなく18日夜に、ウェワク揚陸を実施、21日朝に、ラバウルへ戻った。一方、マダン攻略部隊は12月18日の空襲で、五国丸が中破、アメリカの潜水艦アルバコアの雷撃で、軽巡天竜第18戦隊機関が沈没した。 本作戦終了とともに、第10駆逐隊は、前進部隊に編入された。1943年、昭和18年1月18日、第10駆逐隊司令は、安倍敏夫大佐、後日、慶順大淀艦長、空母名の艦長等を、歴任から吉村新部大佐に交代した、吉村大佐は1月7日まで、慶順達田艦長。第10駆逐隊は、 吉村司令の下で、ガダルカナル島からの撤退作戦に参加した、敬語作戦。1月23日、駆逐艦五隻、周雲、遊雲、も、雲、運、風雲、摂布は、南東方面部隊に編入され、そのまま外南洋部隊に所属する。2月1日の第一次作戦及び2月4日の第二次作戦では、エスペランス岬へ向かい輸送風雲、拳雲 第一次作戦で沈没、夕雲、周雲、谷風、裏風、浜風、磯風に加わり、2月7日の第三次作戦では、ラッセル諸島からの撤退作戦、風雲、夕雲、周雲、長月、谷風、裏風、浜風、磯風を行った。撤退作戦は成功したが、第一次作戦で夕雲型姉妹関係軍が植来し夕雲により、 大撃処分され、また、姉妹艦巻並も空襲で大破した、三水戦士艦は機関を、駆逐艦白雪に変更。第二次作戦では影ウ型の舞風、第四駆逐隊が大破、第三次作戦で同じ、影ウ型の磯風、第十七駆逐隊が中破した。県運を喪失した第十駆逐隊は、当面の間三隻編成、周運、遊具も、 風雲で行動を続ける。作戦終了後、風雲はパラオに開港され、第41師団、安倍平助中将を、上枠へ輸送する兵3号輸送作戦に従事し、3月には、上枠とマダンの間にある反差へ、第2 4師団、青木重成中将将兵を輸送する輸送船団の護衛を行った。その後は、ラバウルを経て、ショートランドへ再進出し、 コロンバンガラ島への輸送作戦に加わる。しかし、4月3日にショートランドで植来して損傷したため、輸送部隊から外された。4月28日に、横須賀に帰投して修理が行われた。修理後、風雲は北方に向かいバラムシル島に到着した6月13日付で、第1水雷戦隊、司令官、木村正富少将、海兵41機に火星した。 7月に行われたキスカ島撤退作戦に、途中反転の第一次作戦、成功した第二次作戦ともに参加した。収容部隊、阿ブク木村少将機関、キソ、東風、響き、朝雲、薄雲、長波、周雲、遊雲,雲、風雲、若葉、初下と衝突し、離脱、初下、若葉の衝突後は、燃料補給部隊護衛、サミダレ、死体、玉、 燃料補給部隊、くなしり、日本艦という部隊区分だった。他の艦は収容した陸軍の装備をすべて捨てていたが、風雲のみ、発動艇を回収し、さらに陸戦隊が飼っていた狐も持ち帰ったという。狐は、上野動物公園に寄贈された。撤退作戦を終えた後は8月3日付で、機動部隊に復帰し、横須賀を経て、再び南方へと向かった。 9月15日府で、風雲駆逐艦長は、吉田中佐から橋本金松少佐、当時、白露駆逐艦長に交代した、後日、吉田は、第41駆逐く隊、冬月、両月として、某の岬沖海戦に参加。9月20日、第10駆逐艦隊、周運、ふう遊具は、第3水雷戦隊、司令官、伊集院松次大佐。 海兵43期の指揮下に入り、間もなく、コロンバンガラ島からの撤退作戦である、セゴー作戦に参加した。9月21日府で、吉村は、第10駆逐隊司令の職務を解かれ、10月11日より、京準洋艦矢作偽装委員長、天野茂隆大佐、8月20日まで、第21駆逐隊司令に交代する。 9月28日夜と10月2日夜に2度に渡って行われた作戦では野衆部隊として敵艦隊の出現に備えたが何事もなくラバウルに帰投することができた。戦いは間を置かず続けられ日本軍はベララベラ島からの撤退作戦を実施した。10月6日未明にラバウルを出撃しブユゲンビル島南高高い域で疑惑航路を取った後 ベララベラ島近海に向かった。増援部隊指揮官、伊集院松次第三水雷戦隊司令官、周雲座城は、野周隊、周雲、風雲、遊も磯風、しぐれ、さみだれを指揮して、戦闘海域へ向かった。6日夜、大佐率いる第42駆逐軍の先制攻撃を受けて、夜間水上戦闘が始まった、第2次、ベララベラ海戦。 当時の日本側や州部隊人形は、州運、三水戦機関から、磯風風雲運遊雲の単獣人であった等。戦闘開始後、風運に後続していた遊雲が第42駆逐軍の集中砲火を浴びて沈没するが、アメリカ駆逐艦シャバリアに遊雲の魚雷が命中して、第42駆逐軍の人形は、乱れめた。風運は2番砲塔に被弾、戦士1。 負傷者数名、使用不能となった。高型三隻、周運、磯風、風運は別道の第27駆逐隊、しぐれ、さみだれと共にと、オバノンに対して魚雷を発射したが、距離が遠かったため命中しなかった。風運は、遊具も生存者を救助したが、遊具も生存者の一部は、アメリカ軍にも救助されている。遊具もの沈没により、第10駆逐隊は二隻編成。 風雲、終雲となった。ラバウルに帰島後、10月7日限りで、第三水雷戦隊の指揮下から離れた。秋雲と共に鶴部への輸送作戦を行った後、第三艦隊、司令長官、小沢寺三郎中将、海兵37機に合流して、エニウェト区間へ進出した。10月31日府で、満潮型駆逐艦の朝雲が、第10駆逐隊に加入。 朝雲は第9駆逐隊からの転出、10×3 隻編成、風雲、周雲、朝雲となる。トラックに帰還後、駆逐艦3隻、風雲、周雲、三雲は、戦艦山戸と空母昇格を護衛して、トラックを出港、12月17日に横須賀へ帰還した。12月21日、司令駆逐艦は、風雲から秋雲に変わった。 その後、風雲は東京石川島造船所で修理、対空兵器増設、電炭装備工事を行った。修理を終えた後の1944年、昭和19年1月17日、二隻、風雲、周雲は横須賀を出港して、昇格を瀬戸内海まで護衛した。2月5日、第一航空戦隊の空母二隻、昇格、瑞格を護衛して、 相も沖を出撃し、湘南に向かった。2月20日に、随格を護衛して、呉に向かった後、3月7日には、随格と従順洋艦最上第3戦隊、司令官、鈴木義雄中将、海兵40機の戦艦2隻、金剛、春名を護衛して、瀬戸内海を出撃、林河白地に向かった。3月20日府で、第10駆逐隊司令、天野茂高大佐は、 第61駆逐隊、両月、初月、若月、秋月司令へ転任し、公認の1 0る司令は赤沢地久尾大佐、当時、両月駆逐艦長となった。3月25日、司令駆逐艦を秋雲から風雲に変更する。林河白地に到着後、第10駆逐隊は、第10戦隊、機関、矢作と共に、航空戦隊との合同訓練に従事した。 四月十一日、周雲がアメリカの潜水艦、レッドフィンの来撃で撃沈され、第十駆逐隊は二隻、不雲朝雲となった。五月十二日、林画白地を出撃して、タウイタウイに進出、タンカー越えと対戦相当に従事した。この頃、美役島をめぐって攻防が繰り広げられており、美役島の戦い、帝国海軍は今作戦を発動して、 ビアクト救援作戦を展開していた。5月30日付で、第10駆逐隊、風雲、朝雲は、昆部隊、指揮官、サコイ・ナオ第16戦隊司令官、機関、青葉に編入され、関節護衛隊、戦艦、不装、第10駆逐隊、風雲、朝雲、警戒隊、従順洋艦、妙高、羽黒、第27駆逐隊、春雨、さみだれ、白露、 シグレとともに、タウイタウイからダバを移動する。6月2日、警戒隊、明光、ハグロ、ハルサメ、サミダレ、ハクロ、シグレと、関節護衛隊、不走、風雲、朝雲は、輸送隊、青葉、絹、キヌ、シキナミ、ウラナミ等と共に、ダバを出撃するが、B-24 爆撃機に直接されたため、豊田ソエム連合艦隊司令長官は6月3日夜に、 作戦の中止を発令した。羽黒の士官は、同行する旧式戦艦の不走を見て、哀愁を感じたという。6月5日、第5戦隊と、間接護衛隊は、ダバオに到着した。この後今作戦は、駆逐艦6隻、春雨、サミダレ、白露、しぐれ、裏波、四季波のみで実施されたが空襲で、春雨、第27駆逐艦隊司令駆逐艦を喪失し、 さらにアメリカの巡洋艦部隊に迎撃されて撃退された第二次今作戦。そこで連合艦隊は第一戦隊司令官宇垣きま中将のヤマト型戦艦2隻ヤマト蔵と第二水雷戦隊司令官早川右尾少々指揮下の水雷戦隊の城沖波島風山雲野分けなども投入して上陸戦断撃破と 機動部隊の誘い出しを図ることとなった。6月7日深夜、第10駆逐隊、風雲朝群は、第5戦隊司令官、橋本慎太郎中将、海兵41機の妙高型重寿妙館、妙高、羽黒と共に、ダバを出撃した。この時、駆逐には、アメリカの潜水艦兵役が紹介を行っていた。翌6月8日、未明、兵役のレーダーは、 湾の中央を高速で移動する四つの目標を探知した。2時12分の地点で魚雷を六本発射した。うち2本が、風雲の左舷中央部と、左舷完備に命中、搭載の魚雷が誘爆し、4分で沈没した。ダバオ湾を警戒中の駆逐艦二隻、響き、周葬は、駆逐艦浜風を通じて、救援要請を受け、直ちに出動。 朝雲と共に救助活動に従事した。乗員のうち136名は夕雲型姉妹艦の周走に移乗して、ダバオへ向かったが、他の者は全員戦死した。風雲座上中の第10駆逐隊司令赤沢千久雄大佐も戦死した。少々に進級。駆逐艦風雲は7月10日府で夕雲型駆逐艦、帝国駆逐艦席から除籍された。 朝雲一隻になった第十駆逐隊も同日府で解体され、朝雲は第四駆逐隊に編入、胴体は定数四隻、のわけ、満潮、三雲、朝雲を回復した。だが、第四駆逐隊は10月下旬の冷凍機械戦で、全滅し朝雲も沈没、第十駆逐隊に所属した五隻、周雲、遊雲、風雲、剣雲、朝雲は、 太平洋戦争中に全席喪失した。また、風雲二代目、艦長橋本金松中佐は8月1日府で、秋月型駆逐艦、初月駆逐艦長に就任したが、初月第61駆逐艦隊司令駆逐艦が、冷凍機海戦で沈没した際に戦死した。初月座上の第61駆逐艦隊司令、天野茂隆大佐、前職第10駆逐艦隊司令も戦死した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。